イコズの趣味部屋へようこそ。今回はね、こちらでかい箱届きました。はい、こちらが何ぞやって話なんですけれども、アミアミで購入しました福袋ならぬ福箱ですね。はい、こちらをね、今回は開封したいんですが、中に何が入ってるか全くわからないです。とりあえずね、ちょっと詳細をお伝えしたいと思います。はい、こちらですね。はい、箱から開ける感じですね。まあ、ちょっとね、箱にね、こうダメージがあるんですよ。へっこんだっていうか潰れた。これちょっと気になるな。中身がどうなってるか怖いな、これ。早速こちらね、何個入ってるかはわからない。こちら3万円です。はい、でこちら3万円なんですが、中身はね、注文当時の価格で6万5000円分入っているということなんでね、ちょっとどんなものが入ってるか気になりますけれども、ただね、中に入っているのは全て美少女フィギュア。はい、なのでね、美少女フィギュアの開封はね、概要欄にあるもう一つのチャンネルで行います。こちらはね、開封だけさせていただきます。ただこの中にね、一体何個入っているのかもわからないです。はい、ちっちゃいのが何個もあるのか、大きいのが 2,3 個なのか、ちょっとわからないんですけれどもね。ただ持った感じからすると、そこまで重くはないんで、マジで気になりますね。はい、では開封していきましょう。はい、とりあえずね、上蓋切りました。ちょっとちらっとですがね、区画が4区画あるんですよ。はい、なのでおそらくですけど4つ、4つ入ってるんじゃないかなと思います。こちらの手前からね、取り出してみましょうか。ちゃんと梱包がしっかりしてるね。では1つ目、白い紙に入ってますね。そんな大きくない、小さいぞ。はい、こちらダン、何かわからない白い、これだけかな。あとクリアファイルが入ってました。はい、これ原神のキャラですね。まあ、原神はね、やってないんですよ私。一回ね、チュートリアルまでやったんですけど、ちょっとね、自分の求めてるゲームと違うかなと思ったんでね、ちょっとやめちゃいましたけれども、まあ、いつかまた再開したいなとは思ってるんですけれども、はい、それの原神のキャラクター、もっとフォーセールっていうことは、これ原神かな？ここの、さっき開けたフィギュア。原神のキャラクターっぽいね。まあ、この子が何ていう名前かはわかりませんけれども、まあ、この子かな？入ってんの。とりあえずね、この紙破いて見てみたいと思います。はい、1つ目、開封しました。やっぱね、さっきのクリアファイルの子ですね。はい、原神のキャラクター、こんな感じ、めっちゃ可愛い。後ろはこうだね。いや、これめっちゃいいな、これはいい。はい、1つ目はクリアファイル、多分特典でしょうね。特典付きの原神のフィギュア。はい、ではちょっとわからないんですが、こっちのね、手前の、左側、ここをね、取り出してみたいと思います。いきます。じゃん。これはなんだ？出ました、こちら。これなんだろう。ノゲノラですね。ノーゲームノーライフ。これね、アニメ1期ぐらいは見ました。はい。ノゲノラの白ですね。白の7分の1スケールフィギュア、ドレスバージョン。はい。が出ました。はい。後ろはこんな感じ。結構なボリュームですこれ、箱の厚みとかも。いや、これも高そうだけれど、どうなんだろうね。はい、とりあえず2体目。じゃ、とりあえずね、3体目は、右の奥を取り出してみたいと思います。はい、いきます。こちらなんだろう、これまたわからない。はい、こちら、出ましたね、ファットカンパニーさんのフェイトグランドオーダーからスカサハスカリー。いや、これいいですね。フェイト大好きなんですよ。フェイト大好きなんで、これはいいんじゃないですか。この裏はこんな感じ、7分の1スケールフィギュアですね。はい、
安笠派でした、はい、これはいいな、うん、はい、3体目スカサハスカディ、あ、ラストですね、やっぱ4体ですね、はい、入ってたのは、はい、4体目はこちら、バン、あれちょっと見たことある、既視感があるな、これ見たことあるな、はい、出ました、あれ私これ、持ってますしかもね、もう一つの、 あの美少女フィギュアレビューのチャンネルで紹介してます。あ、ダブりましたねあ、マジか、うん、なるほどね。まあでも6分の1スケールなんでね、結構なボリュームがあるんですけれども、これはね、もうすでに開封レビューしてますんで、概要欄からね、飛んで見てみてください。結構良かったですこれ、はい、あ、これダブっちゃった、はい、といったね、全部で4体、はい、4体入ってました。まあ多分、まあその受注時が11月の後半ぐらいだったんで、その時点での6万5000円分のフィギュアですね。まあ定価換算なのかわかんないですけれども、はい、一応ね、持ってない、持ってるのがね1体出ちゃいましたけれども、まあ、持ってないね、フェイト好きですし、原神も知ってますし、ノーゲームのライフも知ってる、はい、なので全部知ってる作品だったんでね、これは嬉しいです、はい、良かったと思います。ということでね、4点なんですけど、1点はねダブってるんで、3体のフィギュア、そちらのね開封を概要欄にある美少女グッズ開封レビューチャンネル、そちらの方でね開封したいと思います。こちらではとりあえず何が出るのかっていうね、はい、開封動画でした。この機会にぜひね、チャンネル登録していない方はチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。